三座子は、バラ科三座子属の落葉低木。中国中南部の原産。日本には、江戸時代に中国から薬用の樹木として、小石川五百園に持ち込まれて、その後は庭木や盆栽として栽培されている。中国植物名は、野三座子。中国では、漢名を山としたので、音読して和名ができ、三座子を書かれた。英語名で、ホーソーンというが、ホーは垣根を意味する古い英語ハガに由来し、ソーンはトゲを意味する。落葉の低木。観賞用に庭に植えられたり、盆栽にされる。樹高は 1.5 から3メートルになり、枝分かれをして、小枝には単枝が変形した長さ2から8ミリメートルの差しがある。葉は長さ3から8ミリメートルの頭蘭型で、基部はくさび型、葉縁に粗い鋸歯があり、葉の上部は3から5列する。夏季は春、新葉とともに枝先に白い五花弁の花を咲かせる。花は独特な爽快な甘い香りがする。果実は偽果、球形で黄色から赤色に熟して目立つ。果実の頂はくぼんで萼が残存したまま熟し、得意な匂いで酸味があって可食できる。実生、挿し木、取り木などで繁殖できる。樹勢は強健で、寒地にも耐えるため栽培しやすい。三座子を含む果子熟すると赤くなる果実は生薬になり、三座子と呼ばれる。果実酒、ドライフルーツなどの用途がある。また、花や果実が観賞されて、盆栽の素材としても好まれる。果実が黄色に熟するものを黄実の三座子という。果実には、オレアノール酸、フラボノイドのクエルシトリン、クエルセチン、タンニンのクロロゲン酸を含むほか、豊富なビタミン C も含んでいる。オレアノール酸やクエルセチンは利尿作用があると言われている。果実の赤や黄色の色素はカロテンによるもので、体内に入り消化されると、ビタミン A に変化する。三座子や近縁の近江三座子の干した果実は、生薬名で、三座子、三座子と言い、健胃、成長、消化吸収を助ける作用があると考えられている。秋に完熟前の果実を採取して、核を取り除き、天日で乾燥して作られる。漢方としては高血圧、健胃効果があるとされ、上平胃酸、桂皮油などの漢方包材に使われる。民間では、食べ過ぎでも油物や肉を消化してくれる薬草として用いられ、健胃、消化、軽い下痢に、三座子1日量5から8グラムを水200から 600cc でとろ火で半量に煎じ、1日に食間3回、温かいうちに服用する用法が知られている。二日酔いや食あたりに同様の煎じ汁を飲むのも良いと言われている。近縁種の西洋三座子の果実や葉は、ヨーロッパではハーブとして心気亢進、心筋衰弱などの心臓病に使われる。果実は生食もできるが、完熟しても酸味が強く、そのままでは食べにくい。生の果実は、種子を取り除いて3倍量のホワイトリカーに漬け込んで、冷暗所に置き、果実酒にすることができる。味は甘酸っぱく、一部の中華料理店などでは、中国酒として提供されている。牛肉や魚肉を煮て調理する際に、三座子果実を数個入れて煮ると、肉が柔らかくなる。果実を輪切りにして日干しした三座子片を2から3個ほどカップに入れて、砂糖や蜂蜜を加えて、熱湯を注いで酸味と芳香を楽しむ飲用の仕方もある。果実を潰して、砂糖や寒天などと混ぜ、棒状に成形して乾燥させたものが多い。中国では、三座子餅という円柱状に成形した後、薄くスライスして10円玉のような形状にしたものも多く、酢豚のような料理に入れる場合もある。他にも、果実をそのまま、種子抜きして乾燥させ、麦芽等などでコーティングしたものもあり、この場合に限り含有成分から厚生省、認可基準、ビタミン C 含有栄養機能食品にあたり表記ができる。中国では、三座子餅のほか、三座子糕という平たい王冠状の菓子も作られている。中国ではこの菓子を酢豚の酸味漬けに使うこともある。また、中国では全体に大きい種の大三座子を生食用に栽培していて、竹串などに刺して糖蜜や蜂蜜、飴をかけた、氷糖小足という、リンゴ飴のような駄菓子も街角で売られている。ありがとうございます。